阪急バス本社と豊中営業所、阪急バス株式会社は、大阪、京都、兵庫の2府1県で、路線バスを展開している大手バス事業者。阪急阪神東方グループの一員で、阪急阪神ホールディングスの連結市会社である。主に、阪急電鉄、野瀬電鉄、北大阪急行電鉄、神戸電鉄の沿線を走る路線を設定している。 京阪神の広い範囲に路線網を持ち、その総距離はスルッと関西加盟社局の管轄エリア全体の2割に相当する。営業キロ、停留所数は大阪市ティバスに次いで2番目に多い。陶器場の本店及び本社は大阪府の北雪地区にある。戦前、戦中までには、重心乗り合い自動車、坂北自動車、桜井谷村営バスを、戦後には、 北雪のり合い自動車といった北雪地区周辺に存在したバス事業者を次々と吸収合併し勢力を伸ばしていった。また、1970年代には大阪万博や千里ニュータウンの新規開発、北雪地区や川辺郡の新興住宅地開発によって路線網を拡大していった。ただし、阪神地区でも甘崎市、伊丹市、三田市に空白地区があるが、 天ヶ崎市は、市営バスを引き継いだ、阪神バス、天ヶ崎市内線が、伊丹市は、市営バスが存在し、三田市は、新規バスのエリアのため該当地区での阪急バスの存在は薄く、特に、三田市では、三田駅から、西宮市山口町方面の路線と三田駅から、宝塚市、西谷地区方面の2路線しかなく、両路線とも本数が非常に少ないため、 三田市で阪急バスを見る頻度は限られている。神戸地区においては、長年、阪急六甲駅から六甲三条へ向かう路線と三宮駅から有馬温泉に向かう路線の2路線を中心に運行してきたが、2003年に新鉄バス路線の大部分が加わり、神戸市北区南部もメインエリアになり、さらに2013年5月1日に神戸市バスありの営業所が、 平所になり道営業所が担当していた路線のうち68と69系統を除く路線を引き継いだため、ありの地区も営業エリアになった。阪急京都本線沿線の路線は、もともと、京阪自動車の路線であったものを、1951年に譲り受けたものである。なお、茨城市や高槻市に空白地区があるが、これは、地元のバス会社が京阪自動車に、 戦時統合されずにそのまま残り、前社は近畿日本鉄道へ吸収、後者は市が市営バスとして事業を引き継いだことによる。過去には国道171号を介して大阪府と京都府をまたぐ路線も運行していたが、現在は該当する路線が廃止されたため、京都府内のエリアは大阪府下からは孤立した飛び地となっている。すべての一般路線で、 すると関西のピタパや JR 西日本のアイコカなどの交通系 IC カードが利用可能。2016年4月1日からはスイカホカ全国総合利用 IC 乗車カードも利用可能となった。また、阪神バスとの間で共通利用できるハニカを導入している。このほか2012年9月30日まではすると関西の隠しカードや 阪急阪神バス共通カードも利用できた。高速バス路線は1981年7月の大阪新見線で新規参入。夜行、中高を問わず、北は新潟、東は関東、西は四国方面まで幅広くカバーしている。この他、グループ会社を通じて自動車の販売やリース、およびレンタカーサービスの提供、売店の経営、貸しビルや、 モータープールの管理運営、高齢者等に向けた介護サービス、及び居宅介護支援と幅広い事業を展開している。一般路線バス CNG ノンステップバスミノー、キューズモール送迎シャトルバスマイクロバスによる運行のレイラスト入り方向幕の霊革営業所は自動車事業部営業推進課の組織内にある以下の各社は同業他社の営業所に入居し、一部の路線の 運行管理業務を受託している。このほか沿線各地の主要な駅などに案内書を設けている。阪急バスでは、いわゆる高速バスに該当する路線を高速線と称している。上記及び公式サイトの路線一覧も参照のこと。阪急電鉄の終電後に発車し、一般路線のエリアへと直通するシニア急行バス、阪急スターライナーを毎週金曜日とかつ 金曜日で祝日の前日、いずれも深夜に各路線一本運行していた。利用客低迷のため、2018年3月30日、深夜発便を最後に全便廃止となった以下の路線で運行されていた。運賃、乗車券制度については、運賃、乗車券、定期券も参照。阪急バス独自で発行している乗車券には、主に以下のものが挙げられる。 突起しない限り、ほとんどの一般路線で利用可能。なお、2012年4月からは、自社専用 IC カードとして、ハニカを導入。従来の定期券や回数券の多くを置き換えた。ハニカは、阪神バスでも共通して利用可能である。阪急バスは、バス業界でも、先進的なシステムを数多く導入してきた。その一例は、以下の通り。現在、 阪急バスが自ら発注、設置している停留所標柱は全てアルナ輸送機用品の製造である。現在一般的となっているアルミ製の標柱は、従来使用していた木製標柱の管理面などにおけるデメリットを克服すべく、1983年から5カ年計画で阪急バス路線全域に導入していき、このアルミ製標柱の導入により、 時刻表の張り替えなどの管理が容易になり、さらに道路面に大きく停留所名や次の停留所名も表示することで、停留所を容易に見つけられるようになっている。また、現在ある、標柱上部にある円盤のデザインは2台目で、それまでは停留所名の記載はなかった。また2000年頃以降は、下記のような停留所設備の一新を行っている。 1960年代の中頃までは各メーカーの車両を購入していたが、それ以降は一部を除いて、三菱不装製のバスを購入するようになり、特に幹線系の路線には、車体長の長い大型車を購入していた。一方、伊スズ自動車製のバスについては、ツーマンカーが在籍していた頃には各所に配置されていたが、ワンマン化が進んでからは、スイ市や兵庫県の一部、 京都府の大山崎、向こうの各営業所に集中的に配置されていただけで、少数派であり、1980年の時点では9割が三菱不走者であった。1980年代以降、イスズ社は急勾配を抱える路線を持つ芦屋浜、宝塚、山口などに高出力者が配属されるのが一般的だったが、排ガス規制と経年劣化により台数は減りつつある。 このほか、1993年に、日野自動車製のハイブリッドバスが一台導入されたことはあったが、それでも、近年まで導入車両の大半は、西日本車体工業のボディを仮装した、三菱不走車であった。2020年現在は三菱不走、日野、伊須津の順に多くそれぞれ3から4割前後、残り1割弱が、UD 車となっている。 阪急バスにおける車番は、1977年から89から2198や93から2440や97から2653などといったように、ハイフンの前に年式表記を入れていたが、2003年に年式表記を削除し、以降の新車は最初から年式表記なしとなっている。なお、阪急田園バスの車両に関しては、 阪急バスとの合併まで、年式表記が採用されていた。配分後の数字は、101から299及び1000番台が、日日、301から499及び4000から4022が、日産ディーゼル、501から799及び7000番台が、イスズ、2000.3000番台は三菱不創車、000番台は、 トヨタ車で、それぞれ投資番号となっている。なお、五千番台は、新鉄バス、神戸市バス、または阪急電園バスからの移籍者で、下三桁は新鉄からの移籍者は、新鉄時代の三桁車番の上にそのまま号をつけたもので、神戸市からの移籍者は下三桁は000番台から始まり、一部旧新鉄車とは、重複していない車番である。また、 阪急電園バス時代は000番台であった。阪急観光バスは700から900番台を使用していたが、同社の車両については2003年に番号体系を変更しており、同時期から希望ナンバーを使用するようになった。3109イコール三菱不走エアロクイン QTGMS96VP MFBMCA2016 年式夜行用。 豊中営業所、所属731イコールイスズエルガ PJ、LV234N1、西日本社対抗行政2007年式、追加営業所所属車対抗進のペースは、申請配置から6から7年、廃車については2013年頃までは12から13年で、行われていた。ただしこの廃車のペースは、茨城、千里、豊中、 伊丹等の比較的規模の大きい営業所でのことで、一部の車両は、車齢が12から13年を迎えたところで、廃車にはならず稲川、のせ、向こう、大山崎等の営業所へ転属していた。2012年頃までは、向こう、大山崎等へは主に短弱車が転属することが多かった。これは、路線環境の関係で標準借車の運用が難しいからで、 そのせいもあって、これらの営業所では未だに車令が15年を超えた経年者がいたが、現在は向こう、大山崎等の営業所にも新車を導入することもあり、廃車については営業所に関係なく車令が14から16年で行われている。阪急バスで役目を終えた車両は全国の地方事業者に譲渡されている。特に、 2000年以降大阪府などを含めた関西地区が排出ガス規制強化地域に指定されたことなどから近年は増加している。主な譲渡先は茨城交通、下北交通、省内交通、諏訪バス、南越ツアーと観光バス、美北バスネーチャーワールド自動車、土佐電気鉄道、西小井自動車などである。また、 一部の車両はミャンマーなど海外にも輸出されている。石橋営業所で運用し、2013年以降は稲川営業所で運用していた2775社が、日本テレビのダウンタウンのガキの使いやらへんで、の名物企画笑ってはいけないシリーズの移動バスとして2017年により運用されている。その他にも、廃車車両を保育所に譲渡し、改造したケースがある。 ありがとうございます。